マリコ城は、駿河国にかつてあった、日本の城である。北城と南城があり、北城を指すとみられる、宇都宮城、マリコ城、南城を指すとみられる、三角城、赤目が谷取りでの別名がある。南北とも最高所の標高は136メートル、飛行100メートルであり、上域は、東西800メートル、南北350メートルに及ぶ。北城は、 南から屈折して北東へ伸びる主軸尾根城に、西から東へ一線に1の車、2の車、3の車が、壇上をなして作られ、各車は、土塁で囲まれており、各馬は、空堀で仕切られている。南城は、主軸尾根の南端に、長さ95メートル、幅平均40メートルで、高さ2メートルの土塁を周回させた、洗浄時期と呼ばれる主角を構え、 東西の塩根城に壇上に重ねた車を設けている。南城本丸から北城四角間の西側斜面には南北に長大な空堀が設けられている。北城は、大英年間、駿河国守後今川氏の家臣、斎藤安元歴代の居城として築城をされ、北城の北側山麓には斎藤氏の館が設けられていたとみられている。今川義忠が文明八年に戦死し、 龍王丸と小鹿のリミツとの間で家督争いが起きた際、龍王丸は一時マリコ城で暮らしていた。家督相続した宇治一家が精神を目指すにあたり、駿河府中の防御を固めるため斎藤市の居城を接収して南の三角山方面に城域を拡大したのが南城であるが、宇治鹿以降、宇治ザネまでの城主や歴史は不明である。また、家督相続した宇治鹿は直ちに、 駿府の今川館には入らず、明王四年頃まで、マリコ城を今川市の館である、マリコ館にしたとする説も出されている。A611 年、武田信玄が駿河に侵攻すると、西駿河に残る今川方へのおさとして、山形正影がマリコ城に置かれた。A613 年、信玄は駿河全域を制圧して、マリコ城は諸賀兵部、大輔。 関神五兵衛を台番とし、天正六年頃には、八代勝長に変えた。この間、西方面の大規模な増築や、各所の改修が行われた。天正九年三月の皇天神城落城を前に、武田方は徳川方に、丸リ城を明け渡して退去し、徳川栄康は、松平貧乏神を置いたが、天正十八年の関東違法に伴い廃城となった。 ありがとうございます。